エキュベペプラです。信長の予防大使パワーアップキッド。さあ始まりました。徳川綱吉プレイで始めます。ではね、今回もどんどん、攻めていきたいなと思いますね。今回でね、この龍造寺と島津をね、成敗してやりたいなと思いますね。皆の力合わせよう。もうね、だいぶ追い詰めてるのでね、今回で落ちるんじゃないかなと思いますね。これでね、お、敵はまだ、耐えるつもりでいますね。赤子の手をひねるようなものよ。めんどくさいですね。ではね、彼強いですね。ではね、投降しない武将は切るということでね。深く。次はね、行くぞ。こちら大村城を落としたいところですね。じゃあね、大村城に向かいますね。あとこちら、投降はしなさそうですね。秀吉の部隊がちょっとやばいですね。ではどんどんね、進めたいなと思いますね。そろそろ、まあここは10日で落ちそうですが、一応ね、使者を送って、あとはね、又兵衛のところも、だいぶね、みんな耐えますね。投降はしないですね。とりあえずね、死者を出しまくって、ここは、メラさんのところですね。もう終わりか。よしよし。口ほどにもないの。ではね、日の江城にね、向かいますね。ではね、どんどん進めますかね。悪いが、この城もらったぜ。ではね、もう全然前回ですね、この熊部さんですかね、彼をね、捕まえたんですけどね、手違いで逃がしてしまったのでね、いつものあの逃がしてしまった時のあの指名手配というね、私の対面を行いますね。では指名手配ね。無念だ。よし、これでね、落ちましたね。やってやろうじゃねえか、出陣だ。病には勝てぬ。天童さんが亡くなりましたね。ご命令ください。ではね、ちょっと内政をしますので、ここはちょっと飛ばしますね。ではね、内政が終わりましたのでね、どんどん進めたいなと思いますね。これでね、この秋月くんがね、投降してくれれば。勝ったぞ。よし、秋月をあげよう。あと真田のところですね。勝ったぞ。よしよし、秋月をあげよう。こちらはね、東堂に任せますのでね、東堂じゃない、後藤又兵衛ですね。行くぞ。で次はね、この我に続け。この赤荻城ですね。こちらをね、真田で攻め落とすと、もう目前ですね。だいぶ来ましたね。我らの勝ちを、よしよし、勝ち抜きをあげよう。手を打ちましょう。我に続け。いい調子ですね。ではね、この東堂の部隊は返しましょうね。
か。よし、楽な戦であったな。ええ、投降しないのでね、キルト、ええ、他逃がしている武将いたらやばいな気づいてないでね、逃がしちゃってる場合あるんでね。うん、よしよし、あともう少しですね。元服がね結構多そうですね。小松ちゃんが来ましたね。これより表情を行う。これにて表情を終えよう。有名どころ、おうおうおう、スーデン君が来ましたね。おう、伊藤マンション君とかミゲル君が来ましたね。まあ、このような形でね、来ましたね。かたじけない。あとはねちょっとね内政をこのね牧場などをね潰さなくてはいけないのでね、生類哀れみ令でね、牧場などは作っちゃいけないということでね、ここはちょっと飛ばしますね。ではね、内政が終わりましたのでどんどん進めたいなと思いますね。わしらの勝ちよ。日の絵城が落ちましたね。あとはね平戸を落とせば竜造地がね、終わりますね。使いの者が来たようです。こうはしないよってね。この城よしもらい受ける。あとは赤扇城ですね。うわ強い武将ばかりが、これは切りたくない。しかしね縛りなのでね、投降しない武将は切るということでねやっていますので、このような結果になりましたね。では後藤又兵衛はね、帰還させましょう。この城よし、赤扇城が落ちましたと。これでね、島津をね倒すことができましたね。ではね、大名にはね敵対した大名はね切るということでね、この島津義久をね、責任取ってもらいましょうね。ではねこの、真田はね、解散ということでね。志果たせぬか。うわ結構ご命令ください。なくなりましたね。ちょっと忠誠度がやばいですね。もう島津俊久はギリギリセーフでしたね。おお、豊久君も、意外と、でも忠誠度結構やばいですね。まあ、ちょっと低い武将にはね14以下の武将はね、感情を与えて、なんとかね底上げを図りたいですね。これでねなんとかまあ当分はなるでしょうね。あとはちょっとおまけでね少し上げときたい武将を上げましょうね。まあ、こんなもんでしょうね。あとは内政をね、やって、馬とかねこの漁村などはね、あとは牧場ですね、鍛冶屋と牧場ですね。すごいこれね大変なんですよね内政が。
外と大変なんですよね。ではね、内政が終わりましたのでどんどん進めたいなと思いますね。これでね、龍造寺がね滅びれば、もうあと3日ですね。うん、悪いがこの城をもらったぜ。平戸を落としましたね。これで龍造寺を、滅ぼすことができましたと。これでね、龍造寺高信にはね責任を取ってもらいましょうね。バカな、この俺が。これでね、とりあえず、九州はね平定したということでね、次回はねこの毛利をね料理してやりましょうかね。お命令ください。ではね、今回はここまでにして、次回は毛利を倒すということでねやっていきたいなと思いますね。ではね、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。ではまた。